1884年、アメリカ合衆国大統領選挙。1884年、アメリカ合衆国大統領選挙。1884年、アメリカ合衆国大統領選挙は、過剰な中小と個人のトゲトゲしさに彩られた選挙となった。1884年11月4日、ニューヨーク州知事グロバー・クリーブランドが、メイン州選出のアメリカ合衆国上院議員。 ジェームズ・ジー・ブレインを僅差で破り、南北戦争の前の1856年以来の民主党大統領になった。この選挙では、ニューヨーク州の投票者116万7003のうち、わずか1047票差で、クリーブランドが36人の選挙人を獲得することになり、選挙の行方を決した。共和党の指名候補者。共和党は、シカゴで、 全国党大会を開催し、元会議長のジェームズ・ G ・ブレイン、現職大統領のチェスター・エアーサー及び、バーモント州選出のアメリカ合衆国上院議員、ジョージ・カイ・エドマンズが有力候補になった。第1回目の投票ではブレインが1位、アーサーが2位、エドマンズが3位だった。その後の投票でもこの順位は変わらず、ブレインが差を広げ、4回目の投票で過半数を獲得した。 ブレインの指名後、イリノイ州選出のアメリカ合衆国上院議員ジョン・エー・ローガンを副大統領候補に指名した。有名な南北戦争の将軍、ウィリアム・テカムセ・シャーマンが共和党の有力候補とも考えられたが、シャーマンの制約と呼ばれるもの、すなわち、もし招集されても私は出ない。もし指名されても受けない。もし選ばれても就任しないという言葉で除外された。 民主党の指名候補者、民主党の全国党大会も、シカゴで開催され、ニューヨーク州知事のグロバー・クリーブランドを、大統領候補に選んだ。他の指名候補、トマス・カイ・ベイアード、トマス・エイ・ヘンドリックス、アレンジー・サーマン、サミュエル・ジェイ・ランドール、ジョセフ・ E ・マクドナルド及び、ジョン・ジー・カーライルは4年前の指名候補であり、落選していたが、その彼らを破った。 ヘンドリックスは副大統領候補の指名を受けた。女性参政権運動に対する二大政党の男性たちによる抵抗に不満を抱いた女性の小集団が1884年にこの第三の政党決闘を宣言した。ワシントン DC の検察官ベルバー・アンロックウッドがまだアメリカ合衆国の女性は投票権がなかったにもかかわらずその候補者指名に同意した。 彼女は私は投票できないが投票はしてもらえると言った。大統領職を求めた選挙戦を完全に戦った最初の女性となった1872年のビクトリアウッド春は限られた選挙運動を実行した。平等党は資金がなかったがロックウッドは運動の旅行費用を賄うために抗議を行った。ロックウッドの獲得した票は5000に満たなかったが 女性は政治に興味があり、良い候補者になり得るという重要な市民としての教訓を国民に教えた。グリーンバック労働党はその同盟から労働を外し、南北戦争の将軍ベンジャミン・フランクリン・バトラーを大統領候補に、南軍の将軍、アブソロム・エム・ウエストを副大統領候補に選んだ。愛前後してバトラーは、反独戦闘からも候補者に指名され、両党の共同公認で、 本選挙を戦うこととなった。禁止主義者は3回目の大統領選挙に、ジョン・セント・ジョンを大統領候補に、ウィリアム・ダニエルを副大統領候補に選んだ。わかりやすい、単一命題の禁止党の考慮は、アルコール飲料の刑罰化を訴えた。個人の性格の問題が、この選挙運動を特徴付けた。元会議長のブレインは、マリガンの手紙という汚点のために、 過去2回の大統領選挙で共和党の候補者指名を得られなかった。1876年、ジェームズ・マリガンというボストンの簿記係が、ブレインが議会におけるその影響力を様々な事業に利用して儲けたことを示すいくつかの手紙を見つけた。そのような手紙の一つの最後の文句は、この手紙を燃やせとなっており、そのことから民主党の選挙スローガンは、燃やせ、燃やせ。 この手紙を燃やせになった。一つの取引で、リトルロックフォートスミス鉄道から、あまたある中でも、連邦政府の土地特許を確保した報酬として、ブレインは11150ドル、2005年の貨幣価値で150万ドルを得ていた。民主党と反ブレイン共和党員は、ブレインの誠実さに対して、再現のない攻撃をかけた。一方、ニューヨーク州知事のクリーブランドは、 その個性としての高潔さで善良なるグロバーとして知られていた。それ以前のバッファロー市長として、また、州知事を務めた期間に、たまにイホールの収賄をかなりの量で浄化していた。しかし、7月21日のバッファローのイブニングテレグラフ紙は、クリーブランドが婚姻によらない一時の父となり、その子供は孤児になって、 母親は保護施設に入ったと報じた時に大きな章が走った。クリーブランドの選挙参謀は率直さがこのスキャンダルに対処する最良の方法と決めた。彼らはクリーブランドがその母親と不義の関係をなし子供が生まれクリーブランドの生を与えられたことを認めた。さらにクリーブランドが父親であるという証拠はないとも述べ、その責任を取って 子供に家を見つけることでその義務を果たしていいだけだと主張した。最終的に母親は強制的に保護施設に入れられたのではなく行方不明になっていることを示した。ブレインの支持者はクリーブランドを最も強い言葉で非難した。しかし、クリーブランドの選挙運動のやり方がうまく運び、選挙日まで接戦を続けた。実際に、 多くの共和党改革派はブレインのスキャンダルに嫌悪感を持ち、クリーブランド選出に動いた。これら改革派はマグワンプスと呼ばれた。勝敗を決定的にしたのは選挙期間の最終週だった。ブレインが出席した共和党の集会でニューヨーク州の牧師の一団がマグワンプを厳しく非難していたが、その中の一人で長老派協会牧師だった。 サミュエル・バーチャード牧師がこう発言したのである。バーチャードの明らさまなカトリックへの攻撃には、ブレインばかりか同席していた新聞記者すら気づかなかったが、集会に紛れ込んだ一人の民主党員が、クリーブランド人 A に知らせ、たちまち攻撃の材料となってしまった。結果として、ニューヨーク市のカトリック教徒のブレインに対する反感を買い、ニューヨーク州の一般投票では、 僅差で、ブレインが破れることになった。出典、データはより引用。プレジデンシャル・バラッツ、1836から 1892pp24757。青字は、民主党。赤字は、共和党が勝利したことを示す。数字は、得票率の差。得票率差5%未満。得票率差5%以上10%未満。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。